どうもこんにちは、世界的 VIP 現役です。これネクサス9ですけども、これ結構気に入って使っております。僕タブレットで作業することって結構あるっていうのを動画の方でもね、何回も伝えてると思うんですけども、未だに変わらずタブレット作業をやっております。パソコンとタブレットの半々っていう感じですかね、割合的に言いますと。そんな感じで作業をしております。で、あらかたですね、パソコンの周辺機器っていうのは僕の満足できるようにちょっとね、機材とかも揃ってきましたけども、タブレット環境もね、まあいろいろと揃えていきたいなと考えております。正直ね、今のままでも十分かなと思ったんですけども、なんとですね、ダイソーに行ってきまして、めちゃくちゃいいものがあったんで購入してきました。こちら、スマホタブレット通信専用変換アダプタ、USB-A からマイクロ B ですねに変換してくれる OTG 変換アダプターでございます。ちなみに対応機種は Android の 4.0 以上ということになっております。早速開けていきましょう。はい、中身はこんな感じ。むちゃくちゃちっちゃいですね。非常にコンパクトでございます。これをですね、まあタブレットだったりスマホだったりに挿して使うんですけども、まあ僕が何に使おうかと言いますと、例えばじゃあこのタブレットで作業するときにマウスとかキーボード、僕ね結構余ってます。有線のものがね、余ってるんで、そういうのもちょっと活用していきたいなと。いわゆるタブレット環境の改善ですね、そういったものもちょっと試してみたいなと思ってますし、この間買いましたけど USB メモリですね。パソコンにあるデータ、まあ画像とか動画でもいいですけど、そういったデータを入れて直接ですね、これを使ってやり取りをできたらなというふうに考えております。まあその他 USB 機器をですね、これで使いたいなと。あの USB ハブとかあるので結構余ってるんですよね。そういったものも活用できればなと思っております。まあ使えると思うんですよね、幅広く。なのでちょっと今回購入してきました。まあね、タブレットってまあ発売してるところも少ないですし、あんまり興味がないかなっていう人もたくさん多いと思うんです。まあなんならスマホで十分だよっていう方がもうあらかただと思うんですよ。なんですけども、僕は そんな時だからこそタブレットを活用していきたい。タブレットって結構ね、可能性あるんですよね。そんな、タブレット好きの僕がですね、購入いたしました変換アダプター。まだね、使用用途考えておりませんけども、いろいろですね、環境が決まったらですね、また動画、撮っていきたいと思いますので、その時にね、ご紹介できればなと思います。お疲れ様でした。